はい、こんにちは、のぶや本店ののぶです。このチャンネルは理容師さん美容師さんが毎日がハッピーになるような、そんなヒントをお届けするために撮影しております。ぜひとも最後までご覧ください。そして、チャンネル登録の方をぜひともよろしくお願いいたします。今日のお話は、あなたのお店の忙しさ誰が決めてますか。こういった内容でお届けしたいと思います。ヘアサロン、まあ理容室美容室を合わせてヘアサロンと呼びましょう。ヘアサロンの忙しさっていうのは一体誰が決めてるんでしょうね。ちなみにここ延谷本店は俺自身が決めております。というのも、月曜日から日曜日まで、まあうちは火曜日が定休日なんで、月曜日から日曜日まで、これが月始めだろうが月末だろうが年始だろうが年末だろうが、ずっとびっちり、自分がやりたいペースで、来てほしいお客さんの数をやっております。なので、日々フルブッキングです。これは自分が最もクオリティの高いお仕事ができるように、最もモチベーションを維持できるように、そういったことを考えて予約をコントロールしています。なので 100% 予約のお客さん、そしてそれはもう数ヶ月前に全て決まってる。うちの場合は、ちょっと前まで1年半分の予約を取っていいですよっていうふうにさせてもらってたんで、ビシッと埋まってます。今はちょっとシステムを変更したので、半年ごとの予約にしたのでね、まあそれでも半年間の予約っていうのはビシッと埋まってて、自分がやりたいお客さんだけを自分がやりたいペースで予約が入ってる、連日フルブッキングという、そういう状況です。じゃあ一般的にヘアサロンというのはどういう状態かっていうと、まあもちろん予約を取ってる人もいるでしょうし、予約なしでプライト来る人もいる、予約が入ってるんだけどそこを希望する人から電話かかってきたら無理くり突っ込んじゃう、その偏りによって、暇な時はお客さん誰もいなくてすっからかみたいな、この波は誰が決めてるのかというと、完全にお客さんが決めてますね。お客さんの気分が決めている。なのでいつもサロン側、理容師美容師側っていうのは、その忙しさに翻弄される。暇な時はもうむちゃくちゃ暇、忙しい時は死ぬほど忙しい、この波がいつ来るか来ないのかが全くわからない毎日を送るという、お客さんの気分に翻弄される自分になってるわけね。これはね、何がよろしくないかっていうと、いくつかポイントがあるんだけど、まず常にその臨戦態勢でいなければいけない。要するにいつ忙しくなってもいいようにっていう、忙しくなるか分かんないのに忙しくなるかもしれないことに対して準備してなきゃいけない。逆に忙しくなるであろうと踏んだ日なのに忙しくならずに肩透かしを食らう。これはモチベーションを保つにも難しいし、やっぱりクオリティの高い仕事をすることは、そのメンタルのコントロールがすごく難しいよね。まあもちろんそれみんな慣れちゃってるんだろうけど、だったらもっといつも今日誰が来る、明日誰が来る、この次は誰が来るってことが分かってた方が気持ち的に楽だと思うんだよね。それともう一つは、お金の心配をしなければいけない。お客さんの気分次第で忙しさが決まってるサロンっていうのは、いつもお金がいつ入ってくるのか分からない。やばいな、今月ちょっと売り上げいってねえぞ、今度の土日でびっちり稼がないと、いやまずいことになるなという不安な気持ちで迎えたりね。まあ逆に今月ちょっと月始めの方調子いいぞとかっつっていい気分でいたら、月中がっくり落ちちゃうとかね、まあそういうふうにいつもお金のことが心配しなきゃいけないね。お金が入ってくるのか来ないのかわからないまま日々過ごす。まあ、特に今回のコロナみたいなことになると、ものすごいこう大打撃を受けるっていうね。それはお客さんの気分で決まってるので、まあちょっと外出は控えようかなとか、今美容室行くのはちょっと不謹慎かなみたいな気持ちが生まれちゃった時に、当然お店は閑古鳥が鳴いちゃうと。これはよろしくないんじゃないのかなと思ったりするわけね。でじゃあ忙しさをお客さんが決めてて
そのままずっと一生行きますかっていう話だよね。まあ、また自分の話になっちゃうんだけど、自分はそれが嫌だなと思ったので、いろんなことをコツ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 積み上げて、当たり前の話なんだけど、ある日突然お客さんがじゃんじゃん来て、ある日突然そういうことができるようになったわけでもなくて、俺にもやっぱり新米技術者の時があって、お勤めしてる時があって、お店を出して、今から8年前なんだけど、そこからもいろんなふうに自分の中でのシステムを変えていく、そういったことにチャレンジして8年でこうなったと。だから ある特別な人間だけができて自分にはできないんだなんてことは正直ないわけね。ただしそういった発想がないことと、話には聞いたことがあってもそれに実際にチャレンジしない、うちの店はこうだから、立地がこうでお客さんはこういう層だから、うちには無理だなとか言ってチャレンジしないこと、これがいつまで経ってもお客さんの気分によって忙しさが決められちゃう、自分がコントロールできていない人生、ということを作ってしまう一番の原因だと思うね。じゃあこれまず手始めに何をするかになっていくんだけど、次回の予約を取ってもらうっていうのが一番ファーストステップになるんじゃないかなと思います。病院とか、まあ歯医者さんにしても何にしても、他の業界ではよくごく普通に、自分が消費者の立場になった時に次の予約を取って帰るってことはごく普通にあることなのね。でヘアサロンにおいてはそういうことをやってるお店が、まあ割合としては非常に少ないから、どこか我々美容師の中でそんなことをお客さんに言ったら嫌われちゃうんじゃないか、何か押し付けがましいと感じられちゃうんじゃないか、自分みたいなもんがそういうことをやるのは恐れ多いんじゃないかみたいな、そういうことになる思考になりやすいわけなんだけど、普通に考えてみればね、よその業界がやってることを理美容業界ができないわけがない。なので、次回の予約っていうのをまずお勧めしていくことになるんだけど、そもそも次回の予約をお客さんに、うち今度から次回予約っていうシステムを導入したんですよって言うだけなら、お願いしてるわけでもなければ強要してるわけでもない、だから断られてへこむ必要もないわけね。でもおそらくそれを言う前はいろんな現実には起こってない自分の頭の中で勝手に作った恐怖が、いやこういうこと言ったら嫌われるとかバカにされるとか、そういうことが渦巻くと思うんだけど、ただ教えてあげればいいだけだね、うちは次回の予約っていうシステムを始めましたよと、そういうサービスを始めましたと。そうするとお客さんは、まあ次回の予定なんて分かんないから、また切りたくなったら連絡するわって人もいれば、あ、そうなんですかと、私は定期的に来てるので第何何曜日に、来ることは決まってるので、今日この場で予約してくれるんだったら助かりますって人が10人に1人でもいればね、そのお客さんに、忙しさをいつもお客さんの気分で、決められちゃってる、自分でコントロールできない日々っていうのから少しずつ卒業していけるわけだよね。これはじゃあお店にとってしかメリットがないのかっていうと、お客さんにもメリットがあって、特に美意識の高いお店にとって有料なお客さん、とても出来のいいお客さんほどありがたいサービスだったりするわけ。なぜかというと、いつも綺麗でいられる、いつもかっこよくスッキリいられる、お手伝いをお店側から提案していくわけだからね、その人にとっては非常に助かる、ありがたい、親切なお店だなって思われる、そういったことになるわけで、そういう人が10人に1人だったのが20人に声かけたら3人でした、30人に声かけたら6人でしたみたいな感じで、来てるお客さん全員に教えてあげた時に、総合的な人数っていうのは、パーセンテージで言ったらもちろんね、これまでのお客さんとサロンとの関係性にもよるんだけど、何パーセントかがいるとするでしょう、数十パーセントかなんかね、いた場合、そのお客さんは確実に次回に来てくれるありがたいお客さんになっていくわけね。こうなってくると、お客さんの気分で忙しさがコントロールされていたのが 100% から、次回予約をしてくれたお客さんによってそのパーセンテージは少しずつこう下がっていく、そのうち最終的には忙しさを完全に自分でコントロールできるというサロンに生まれ変わっていくわけね。それは当然ね、コツコツの積み重ねだと思うね。で、次回予約だけがそういったコントロールできるってことでもないんだろうけど、
それを2回先、3回先、1年先まで取ってくれる人が現れ始めたりね、次回の予約を取る人が増えてきたことによって、次回予約をしないお客さんを残念ながらお断りするしかなくなっていくとかっていうと、今度じゃあ自分も次回の予約を取っていくよっていうふうに、徐々に徐々に段階的にいろんなレベルのお客さんを底上げしていくってことをすれば、あなたのお店の忙しさはあなたが決められるという、そんな夢のような毎日が待ってるわけです。今日はそんな感じかな。はい、まずね、諦めないってこと。自分には無理だとか、うちのお客さんはこうだからとか、この街はこうだからとか、もっと言うと親の代からやってる店で親のお客がいるからどうとか、そういう言い訳は誰もがいくらでも思いつくと思います。でも絶対に諦めずにコツコツやっていけば、必ず忙しさは自分で決められるさになると思うんでね、ぜひともちょっとチャレンジしてみる価値はあるんじゃないかなと思います。おすすめです。はい、そんなわけでチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いします。このチャンネルではこういった利用者美容師さんに向けてちょっとヒントになるようなお話をたくさんぶっ込んでいく予定ですので、今後ともぜひともよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。